ください、どうぞ。本当に、はい、おはようございます。おはようございます。お、おはようございます。すごいチャラい感じできた。チャラいですね、うん、おはようございます。髪も染めてみました。あー、染めてみた。いいやん、いけてる。いけてる、いけてる。俺も染めてみました。染めてみました。金髪から、はい。Good morning。もっとやばいやつ。どんどんハードルが。おはよう。ありがとうございます。お願いします。今日も。今日絶好調ですか？です、でも喋れてないよ。じゃあそれちょっとやばいね。Good morning。 おはようございます。出落ちでしたね、感じで。出落ちです、はい。お、あ、おはようございます。あ、私のバッグあった。私のバッグあった。昨日忘れちゃって。マシュマロ、おはよう。マシュマロ、おはよう。やばいな。おはようございます。お願いします。お願いします。おはようございます。あ、どうもどうも、こんにちは。こんにちは。おはようございます。おはようございます。おはようございます。ちょっとタイプが違う感じのね。あ、インの方の方かな。やめろって。まあ、座っていただいて。お願いします。お願いします。今日まだ来ます、先生。あ、来るんじゃないですか。じゃあ待ってみますか。登場、オチが最高。おはようございます。はい、というわけで今日はここに書いてあるようにボーン今日スキムが始まります。イエーイ。部活部活。今回の今日スキムは学校を舞台に明日ちょっと真似したくなる遊びを全力で実践していきたいと思います。イエイ。ちなみになんですけど、僕が部長ってことで大丈夫ですかね。なんか全然完全にさっき設定ミスで、あ、先生だと思ってました、勝手に。あ、部長。先生、服もさ、先生っぽい
から。そう、なんか一応聞いてきたから、そうちょっとジャージっぽいのを着てきた。そう、体育の人みたいなね。え、部長出ていいですか？先生じゃないんですか、部長。全然大丈夫です。お願いします。大丈夫です。ありがとうございます。じゃあ頑張っていきたいと思います。というわけで本日の京介部盛り上がっていきましょう。イエーイ、イエーイ、ここね、ここね、楽しみ、ラブキュンキュン、イエーイ、ラブキュン。やばいよ。あ、ちょっと、あ、やった、あ、ブレーダー会えてくれたよ。うわっは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 っね、体が痛い。俺も良かった。よかったねえからな。意外とガチ。今回学校で行う企画はゼンリーケイドロです。ゼンリーケイドロ、全員と全員交換するってこと。それではルールを説明していきたいと思います。2チームに分かれて、警察チームが泥棒チームを捕まえる鬼ごっこです。泥棒は捕まったら牢屋に入れられます。しかし牢屋に入った泥棒は仲間の泥棒がタッチすることによって脱出することができます。そのケイドロに地図コミュニケーションアプリゼンリーを使ってケイドロをします。警察、泥棒はお互いに位置が分かった状態で行います。制限時間は15分。警察は泥棒を全員捕まえられたら警察の勝ち、泥棒は15分間一組でも逃げ切れたら勝ちです。さらに警察、泥棒ともに2人1組の男女ペアで手錠でつながった状態でケイドロをしてもらいます。やだ、はい、それでは早速チーム分けをしていきたいと思うんですけど、今回この8人のメンバーだと男女ペアが3組と男子ペアが1組になるんですよ。なんで、まあ、今回正義感の塊みたいな、この私部長が警察やろうかなって思ってるんですけど。え、やばいやばいよ。なんか一緒にやってくれる人とかいない？お、やる？え、いいですか？いいですか？じゃあ一緒に。正義感強いんで俺も。正義感強いんで、はい、正義感コンビということで、はい、じゃああつこせコンビで警察頑張りましょう、はい、じゃあ男子として分かれてグチョッパーしてみたいな。じゃあ、はい、グチョッパーで分かれましょう。うわー、これとすね。グチョッパーで分かれましょう。グーペア、はいはいはい、おお、イサミューコンビ、お願いします。イサミューね。チョキーコンビ、はい、お、はい、お願いします。なんか強そう。パーチームが、はい、2人ということで、はい、じゃあ結構マブだよね。マブ。もう完全にこっちのペースに飲まれそうだから大丈夫。わかんないんだよね、エミル。やっぱ前輪の使い方が燃えてるやん。すげえ燃えてるやん。あ、ミニストップあるんだここに。いらん情報やって、それは。このコンビにしたのが悪い。完全にバチバチに仕上がってるね、うん、どんぐらい仲いいか分かってない、みんな。霞草編のね、コンビですから。あ、本当に。え、運動できる？僕は無理。僕は無理。じゃあ無理チームですね。いや、やっぱカジマのあのね、バカ力っていう、やっぱここぞという時に勝つから、うん、そう、前輪で見まくって、はいはいはい、まず合わない。合わない、合わない。もう近くいたら逃げますか。そうそう、あの追いかけてる、アツくん見たい気持ちはあるけど、足音立たない、逃げましょう。これでいこう。頭脳戦でいこうしたわ。
マジで多分うちらって多分頭いいさ。いやまあ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 、まあうん、俺がついてるから、まあ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 、そう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 、そう意外と天才さ。俺がついてるから、そう聞いてみてもね、天才だったんだよ。マジで昔クモの特待生だったそれはそれは強すぎる。そうクモを利用していけばいけると思うみたいな。あの鳥は鬼がいたら逃げよう。そう、うん、逃げれば勝てるわ。そうだよ、楽勝やろ。じゃあ何ドドボンしたんだろうね。え、50メートル何秒？10秒そんなんじゃない。まあまあそんなもんじゃない。女の子50メートル10秒遅いでしょ。6.4 からついてきてな。ガチガチガチ頼むわ。おい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 、4秒も違うじゃないか。全然作戦よ、作戦。うん、作戦、うん、で、近くに味方だったら撃っちゃおう。あ、そうだね、そうだね。そうしよう、そうしよう。切り抜けて走らへん。おおおお、来た。やば、来た来た来た。こちらは京介警察の大久保康生と千葉敦樹だ。現在校舎内に3組の泥棒が紛れているとの情報を手に入れました。超本格的じゃん。我々のスタートの合図で泥棒の皆さんは30秒間逃げてください。短っ。それでは、ゼンリー系ドロン、よーい、スタート。せーの、危険だ。ゴー、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 上がりますかね。上がります。場所確認しよう。場所みんな行ってない方がいい。こっち、こっち、せーの、ちょ、頑張ってるって。え、でもさ、ゼンリーでさ、あっち側におるから怖くね。ゼンリー見て、ゼンリー見て、ゼンリー、こっち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 側にいる。3、2、1、スタート。いってやるぜ。イエーイ。よし、よし、じゃあ行こう。いや、もうや、もう来るよ、もう来るよ。何回放送って何回。下行こうぜ。下、下、下、大丈夫そう。大丈夫そう。怖いよ。お、ちょっと怖い。おいおいおい、怖い。痛い痛い痛くない。どっちどっちどっち、わかんないわかんない。そうだよ、上から攻めなきゃ。いい、いい、ありがとう。怖い、怖い、怖い、怖い。おい、いるやん、いるやん、もう行っちゃおうぜ。用さねえからな、用さねえからな、用さねえからな、用さねえからな。行っちゃうから。おらおら、こっち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 。怖い、怖い。疲れる、疲れる。怖い、疲れる。捕まえちゃうよ、捕まえちゃう。いいの、いいの、いいの。ここで、こんなにしてる。これさ、なんかちょっと自然と手つないでるね。確かに。どんぐらい仲いいか分かってないね、みんな。霞荘編のね、コンビですから。うん、ほんとに何やってんの。おお、図書館だ。いい匂いする。すごいね、本の匂いがする。懐かしい。あ、やばいやばい、来てる。いや、やばい、見たい。ミサユミユミユ言ってない。何一つ言ってない。サミユでした。あっちにいんじゃん。え、やばいよ、やばいよ。体育館の方にいるぞ。人耳近いぞ。ほら、あっち側にいますよ、でも、はい、え、体育館とかいるんじゃないですか。そうなの、わかんないよ、俺。あ、絶対今渡り廊下渡ってます。渡り廊下行けるこれ。よし、後ろ渡った、後ろ渡った、後ろ渡った。やばいやばい。え、どっちからですか。なんか恋しない？怖い怖い。誰もいない。お、おら。うわ！行け！行け！行け！これ捕まえちゃうジンク。いいよ。早いよジンク。ジンク早いよ。許してください。どうするね、確かに早いよね、ちょっと早いわ、早いよね、うん、おお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 お
早く切り替えない待ってどっか行ったと思ったよなマジガチだねやだその今の感じも今見ました恋人つなぎしようとしちゃってもう